キハ35系機動車は、日本国有鉄道が1961年から、非電化通勤路線向けに製造した、通勤輸送用の機動車である。この故障は、車両称号規定に則っ,った正式のものではないが、同一の設計思想によって製造された機動車を、便宜的に総称したものである。具体的には、キハ35系、キハ36系、 キハ系びこれらの改造者を指す昭和30年代の高度成長期、大都市近郊の非電化通勤路線向けとして開発され、1961年から1966年にかけてグループ総計で413両が製造された。関西本線を皮切りに、首都圏、新潟、中京圏、関西、北部九州を中心に、 北海道を除く日本各地で使用された。旅客条項の効率化のため、両開きの幅広ドアを片側あたり3箇所に設け、収容力を重視して、車内の座席をすべてロングシートとしたことが特徴である。ラッシュ時の輸送に絶大な能力を発揮したが、大都市近郊の路線がのきなみ電化されたことや、転用先ローカル線での長距離運用に不向きな、 両開きサンドアオールロングシートという設備が災いし、1980年代以降は急激に淘汰された。このため後継者は開発されておらず、同様の設計思想で製造された車両についても1997年に JR 北海道が札幌近郊線区向けに投入したキハ201系の登場まで約35年間途絶えることとなった。 関西本線の港町奈良間は大都市近郊区間であり、1950年代以降、通勤客が大幅に増加していた。この区間は戦前に電化が計画されたが実現せず、1960年当時でも非電化のままであった。当時は蒸気機関車牽引の客車列車が主力として運転されていたが、客車は老朽化し、乗降扉は走行中の施錠もできない。 手動式で蒸気機関車の売煙に悩まされる昭和初期と大差ない全時代的な旅客サービス水準であった。列車本数も日中は1時間に1から2本、朝ラッシュ時でも1時間に4から5本程度と並行する伏線電化の近畿日本鉄道奈良線、大阪線には列車本数、スピード、接客設備ともに大きく水を開けられていた。また、 蒸気機関車が主力であったことから、輸送量が同等の国鉄多線区に比べると固定資産が多く、輸送コストが割高で営業成績が低迷していたこともあり、収支改善の手こ入れを迫られていた。この状況に対して国鉄は当時の関西本線の輸送量では電化では、採算が合わないと判断し、機動車の大量投入により輸送力強化を図ることを決定した。 この頃の関西本線にはすでに機動車が港町、柏原間などで部分的に導入されており、港町から名古屋まで直通する機動車準急列車も運行されていた。しかし、普通列車用車両は2、扉セミクロスシートのキハ17系とキハ20系であり、大都市近郊でのラッシュ時の客扱い能力にはいささか難があった。そこで、 通勤電車並みの収容力と客扱い能力を備えた通勤系機動車として新たに開発されたのが本系列である。国鉄は1957年に斬新な通勤系、電車101系電車を開発し、中央線などに投入して輸送改善の成果を上げていたことから本系列についてもこの基本構造を踏襲しており、オールロングシート、切り妻型の簡素な 車単形状、機動車としては、初採用となる1.3メートル幅の両開き扉、グローブ型ベンチレーター、全面行き先表示器、蛍光灯照明、扇風機の装備などが該当する。しかし、機動車ゆえに次のような改変がなされた。キハ35系の外吊り扉その他、電車との相違点として、小型の灰皿が座席の端のつかみ棒に取り付けられていたほか、 扇風機の取り付け位置もグローブ型ベンチレーターの直下ではなかったことが挙げられる。同時期に登場した急行形キハ58系機動車と共通設計である。温水暖房や客室内の床面積と見通しを犠牲にしない車端部に設置された排気管などもキハ58系に引き続き採用された。また長大編成の電圧効果に対応すべく総活用熱。 指導回路を設置した。エンジン、変速機エンジンもキハ58系と同様の水平シリンダー型の DMH17H エンジンである。本系列では車両中央部にもステップ付き扉を設置したため、車体中央部分の床下面積が小さくなることから、エンジンの2機搭載は困難であり、全形式が1機エンジンである。直立シリンダーエンジンは調達コストが、 やや低いものの床に点検外を設置する必要があり、その補強でさらなる重量増を招くため設計段階で廃案となった。これに標準系の液体変速機である TC-2A 型または DF115A 型が組み合わされた。台車台車は標準型を改良した金属バネ式の DT22CTR51 バイトを採用した。 ラッシュ時の荷重を考慮し、車軸径が従来の 167mm から 175mm とわずかに大きくされた。三十35、199機関形式となる型、運転台で便所付きのキハ三35系、変運転台で便所なしのキハ三36系、両運転台で便所なしのキハ30型が製造されている。本系列の中核となる型運転台。 ベンジョフ社。1961年から1966年に258両が製造された。0番台温暖地向けの一般型で1から217の217両が製造された。500番台1962年から501から531の31両が製造された新潟地区向けの寒迎地仕様。 900番大規ハ359011963年に901から910の重量が製造されたステンレス車。カッタ運転台、便所なし車。1962年に温暖地用のみ1から49の49両が製造された。規ハ30系一般職規ハ30279、高岡鉄道部職規ハ3083、 ミネ戦色キハ3 8十二広島色弁所のない、両運転会九1963年から1966年に106両が製造された。ン番台温暖地向けの一般型で1から100の100両が製造された。基本仕様はキハ35系ン番台に準ずる。500番台1964年から1965年に501から506。 の6両が製造された寒冷地仕様。基本仕様はキハ35系500番台に順ずる。木ハ35キクハ35300番台、山陽本線の支線である和田岬線では、西日本旅客鉄道の発足後も旧型客車のオハ64型、オハフ64型が使用されていたが、プッシュプル運転に経費がかかることや、車両の老朽化もあり、 置き換えが検討されていた。1990年に、高取工場でキハ35系0番台を種車に、和田三崎線向けの改造が施行され、キハ35系、キクハ35系300番台が登場した。保守否定源のため、兵庫方のキハ35型からはエンジンが撤去されて、キクハ35型となり、和田三崎型にキハ35系300番台。 兵庫型にキク三35系300番台を蘇生する二両ユニットとなった。キク三35型には暖房の熱源となるエンジンが搭載されていないことから、機関用熱機を搭載し、これを温水暖房の熱源とした。一両あたりの平均出力わずか 90PES の1、軸駆動で満員の乗客を乗せた二両編成を動かす。 分割民営化後の旅客車両としては例のない低出力編成であるがトルクコンバータのトルク増大効果で発信は可能であり部分的に8パーミルの勾配が存在するもののほぼ平坦で最高速度も時速30キロメートル程度の和田岬線では実用上問題はない。兵庫駅と和田岬駅のホームが和田岬駅に向かって右側にしかないことから ホームのない側の客用扉は非常用となる中央扉を除いて埋め込まれた。便所は撤去され日席スペースとなったほか、一部の座席が撤去されている。側窓は非ユニット窓のままであるが、後にサッシが黒色になった。新旧番号対象は以下の通り。4ユニット8両が改造されたが、通常は最大3ユニットを連結した6両編成で、 運用し、残る1ユニットは、予備車である。2001年7月の和田岬線の電化により103、軽に置き換えられ、運用を離脱した。余剰車は、廃車となり、菊波35型は、形式消滅した。キ波35301のみ、保留車として、亀山鉄道部で保管されたが、2004年11月末に、後藤総合車両所へ改装され、 同年12月25日付で除石、解体処分された。これをもってキハ35型は、形式消滅となった。キハ38系八甲線で使用されていた、キハ35系の老朽車を車体更新した形式で、1986年から1987年に、かけて7両が、各地の国鉄工場で製造された。車体は新造されたが、台車や、 変速機などの使用機器が流用されており、キハ35系の改造を名義となっている。本校では国鉄時代と JR 加護に分けて解説する。キハ35系は1961年の関西本線を皮切りに首都圏や新潟地区、九州地区など各地に投入された。通勤線区の脱却時における混雑緩和には有効であったが、 換算時間帯やローカル線、寒冷地での運用には向かず、1983年からは、軽年同休化による廃車も開始され、このうちキハ36は1987年2月までに全車廃車となった。1987年の国鉄分割民営化時には、キハ35型とキハ30型が、北海道旅客鉄道を除く、各旅客鉄道会社に承継された。 JR グループでも2013年に全廃された。クルリ線職規派3098、国鉄一般職 JR グループに残った本、系列最後の車両は、幕張車両センター、木更津派室に在籍した、キ派3062.9800の3両であり、クルリ線で運用された。クルリ線への気ハ E130 系100番台投入により2013年に、全廃となり、 JR グループのキハ35系は消滅した。この3両は、車体更新工事とカミンズ製 DMF14、ヘルツエンジンへの換装が施行されている。また、2009年には、登場時の国鉄一般職に復元された。なお、塗装変更を含めた検査は、郡山総合車両センターが担当した。クルリ線で運用されている車両は、 このキハ30型を含めてキハ E130 系100番台に置き換えられ2012年12月1日に定期運用を終了した。その後12月11日から12日にかけて98と100がニーツへ配給輸送された。また2013年1月17日に62がいすみ鉄道へ譲渡の上、いすみ線、国吉駅に配給輸送された。 残された98と100の2両は長らく2逸で留置されていたが、2013年に水島臨海鉄道にキハ37型3両、キハ38系1両とともに2両とも譲渡されることになり、同年7月9日から10日にかけて公衆輸送が行われた。倉敷駅に到着した7月10日付で廃車となり、廃系列となった。 JR 東海では1989年に営業運転を終了した。営業運転終了後も保存目的で寄付派3051が伊勢車両区に在籍のまま美濃大田車両区で保管されていたが2008年3月31日付で廃車された。一般車は1999年に全廃となり和田岬線の300番台も 同線の電化により2001年に運用を終了した。ただしく波35301のみ保留車として残され、2004年に廃車となり、JR 西日本から全廃となった。1991年に全廃となった。1991年に全廃となった。主な投入線区に分けて開設する。関西本線では輸送力増強計画により、 1961年12月10日のダイヤ改正より順次大量投入され、奈良機動車区に計81両が配置された。これにより従来の無式権員による旅客列車はごく一部の通勤列車を除いて機動車化され、港町奈良間は国電系の低間隔運行ダイヤを導入し、オール DC か待たずに乗れる関西本線と大々的な PR が行われた。 競合路線である近鉄への対向上、快速列車が日中30分間隔で運転され、天王寺奈良間を途中往時、郡山の二駅のみの停車で、所要33分、標定速度時速 68.1km で運転されていた。半ン間では当時近鉄奈良線で運行されていた、料金不要の特急電車とほぼ同等の所要時間であった。 機動車化に加えて、1961年3月に、王子奈良間の伏線化が完了していたことが、このようなダイヤ設定を可能にした。この体制は1973年9月の港町奈良間殿下まで続き、奈良殿下後の本系列は、奈良伊島及び、周辺支線区での運用に移り、一部は、他線区へ転出した。当初は、奈良線、草津線、線、 桜井線、和歌山線、紀勢本線、片町線においても関西本線向け、奈良機動車区配置者により共通運用された。関西本線奈良電海港は一部が和歌山機関区に転入し、紀勢本線、和歌山北田鍋館でも運用された。なお、新宮亀山館では、伊勢運転区所属者が投入された。紀勢本線では長距離運用が主となるため、 本系列単独での運用はなく、必ずキハ58系やキハ40系などのクロスシート車との並結が必須とされた。蒸気各線の電化が進むごとに運用が縮小され、最後に残った奈良線、和歌山線五条異星が1984年10月までに電化された時点で奈良、和歌山区に配置されていた本系列はすべて廃車、または転属となった。 片町線では主に長岡津間で1989年まで運用され、奈良機動車区からの本系列撤退後は、亀山機関区所属の車両が充当された。伊勢運転区所属車のうち6両は、東海旅客鉄道に継承されたが、1989年に、キハ11系の投入に伴い、後述する保存用車両1両を除き、すべて廃車になっている。 国鉄木原線の木派30型と小港鉄道の木二200系1962年の木三36系18両を川切りに、以後ステンレス車の木三35系900番台10両を含む49両が千葉機動車区に24両が同木更津市区に配置され、総武本線、房総西線、房総東線、成田線、鹿島線、島線木原線、久留里線で運用された。 クルリ線以外は電化または第三セクター化され、余剰となったグループは高崎署、茅ヶ崎区などへ転属している。クルリ線では2012年12月1日まで本系列による唯一の定期運用が存在した。八高線でのキハ35系中間車は、関連地仕様の500番内川越線へは1964年に大宮機関区にキハ30系7両が、 申請配置され、以後はキハ35型も配置された。八高線へは1965年から高崎台、一機関区に6両が申請配置され、運用開始。1972年から1975年にかけて千葉地区から大量に転入し、川越線との共通運用を含み、同線の大半の列車で本系列が運用された。また、 1989年まで、足尾線においてもキハ20系、キハ40型との共通で運用された。キハ35-212相模線塗装、相模線では1965年から1966年に、かけてキハ30系高梁が、茅ヶ崎運転区に配置された後、1975年、頃から本系列への車種統一が実施され、1982年に、 統一を達成、全線が電化された1991年3月まで使用された。八高線とともに、首都圏では数少ない非電化路線ということもあり、換算時は1から2両、通勤時間帯は3から4両編成という、本系列想定本来の運用がなされた。国鉄末期の1986年、木波3025.49を皮切りに、 周色路一式からクリーム1号と青20号の相模線カラーに塗装変更された。1991年の相模線電化後は高崎署へ転属し、相模線カラーのまま八甲線で運用されたが、工場入場時に周色路5号へ変更された。新潟地区には1962年から1966年にかけて寒冷地用の木ハ30系。 駅三35系500番台を配置。越後線、八彦線の殿下と八彦線東三上越後、長沢間の廃止により、1985年に1962年製造者が廃車、または高崎署、茅ヶ崎区、木更津区へ転属となった。1965年から、福知山機関区に当初は新生車が、申請者が後に、千葉木同社区から転入者も配置され、 山陰本線、京都その部福知山間で運用されたが、キハ四十七型機動車の投入に伴い九百七十七年に運用を離脱し、東唐津機動車区、農型機動車区などに転出した。九百六十五年から東唐津機動車区に二十一両が申請配置された。九百八十三年に、築飛船唐津伊藤の電化、一部廃止が実施された、あとは、 九州旅客鉄道承継後も、築飛線非電区間や長崎本線、大村線、松浦線で運用された。2017年6月現在、日本国内で、車席を有する車両は、私鉄、第三セクター上都車のみとなっており、水島臨海鉄道に1両が在籍する。また、関東鉄道から、フィリピン国鉄へ上都されたものが6両存在する。 鉄道総研のキハ315国鉄分割民営化直前の1987年2月に廃車となったキハ315は鉄道総合技術研究所に試験用車両として譲渡された。塗装は湘南色に変更され、雲に83型とともに動力伝達方式などの駆動制御系に関する研究、開発に使用された。 研究成果は、JR 九州キハ183系機動車、オランダ村特急の電車との協調運転、JR 九州キハ200系機動車の爪クラッチ式、液体変速機、キハ47型改造の観光特急、イブスキの玉手箱の上下精神制御システムに採用されている。関東鉄道キハ350系関東鉄道キハ 100系1987年から1992年にかけて関東鉄道が各形式三39両を JR 東日本、JR 九州国鉄生産事業団から購入し、キハ300系、キハ350型とした。また1997年の一部区間のワンマン化により、キハ300系の4両をワンマン化改造した車両をキハ100型とした。 また、関東鉄道では、前身となる上層筑波鉄道時代の1962年に、キハ35型に類似した、キハ900系2両を日本車両製造東京支店に発注、製造している。関東鉄道に承継された後も引き続き、上層線で使用されていたが、1995年に廃車された。 ア津鉄道 a t 3 0 0系アイ鉄道には JR 東日本からキハ3 0系1両が譲渡され、1999年にトロッコ列車の AT-300 型へ改造をされた。2009年まで運用された。水島臨海鉄道キハ3 0系1 0 0 2 0 1 3年に JR 東日本からキハ3098と100の2両が譲渡されたが、 2014年5月現在100の三車席編入された。比例棒であるため、運用は基本的に秋冬の平日ダイヤのみとなっている。2021年現在、本系列で唯一の現役者となっている。2011年に関東鉄道での運用が終了したキハ350型は、2015年にフィリピン国鉄へ譲渡され、同国で運用についている。 譲渡された車両は以下の通りである。すべて生体保存である。ありがとうございます。